皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、本日のアレンジはこちらです。はい、こちらゴム1本で作っているアレンジですので、まあ、皆さん、できると思います。まあ、会社帰りとか、まあ急いでる朝とかできるアレンジですので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。では早速アレンジしていきたいと思います。はい、ではアレンジしていきたいと思います。はい、今回はもみあげ、まあ後ろ、まあ出さなくても全然大丈夫なんですけど、まあ遅れ毛として出したい方は出してください。はい、で一つにまとめます。でゴムを留めるんですけど、はい、まず1回でギュッと結びます。1回だけしか留めてません。で次に2回目こうねじって留めるときに、こういうふうに毛先を外して、こうここのお団子ができるように留めてもらっていいですか。はい、でこれでこの毛先の部分ちょっともらってゴムを隠します。ではピンをちょっと止めるんですけど、はい、ちょっと見えにくいですけど、ここの、はい、ここの巻きつけた部分とここのお団子の根元をしっかりと挟むようにこうピッと止めます。はい、でこれをグッと差し込んで最後上にグッと持ち上げます。そうすると頭に刺さらないので、こう刺してこういく感じですね。そうすると頭に刺さらずに、まあ、痛くないアレンジになります。でこれでほぐしていきたいと思います。はい、ほぐすとこんな感じです。まあふわっとなりましたね。はい、まあこのような感じで、ゴム1本でできるアレンジもあります。まあね、会社帰りとか、あとはあの結んだ後が結構残ってダウンすると気になる方とか、こういう、まあ、ゴム1本で作れるアレンジとかで、まあ女子会行ったりとか楽しんだりとかっていうのもできると思いますので、ぜひね一度チャレンジしてみてください。はい、ではまた動画あげますので、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました。